이곳은 도쿄만 남동쪽에 위치한 인공섬 시키시마. 이곳은 학생들이 게임을 하고 랭크를 올리며 높은 랭크를 보유한 학생에게는 온갖 혜택이 주어진 곳입니다. 하지만 이러한 사실은 저도 모르고 이 섬에 있는 학원에 편입해온 학생이 있었는데요. 세계에는 각づけが 溢れている. この世に生きてる人間全員に ランキングが つけられるとしたら 自分は一体何位なんだろう. 最下位じゃないと思いたい. でも1位なわけもない. 1億人の中だったら 9000万位くらいかな。 続いては 転入生にして学園代表 篠原博人君による挨拶だ。 まあそんな順位本気にする必要なんてないか。 目に見える情報全てが真実とは限らない。 この世には嘘が溢れてるんだから。 よお前ら、俺が新しい七つ星の篠原博人だ。 これから2年の間、お前らの頭を踏みつけ、トップに君臨し続ける男、それが俺だ。例のお嬢様とやらにも、他の誰にも星を譲るつもりはない。文句があるならいつでもかかってきてくれていいぜ。ゲームの申請は大歓迎だ。無様に叩き潰されても構わないなら、という前提の話だが。 어? 지랄이었네? 때는 약 3시간 전 히로토는 이제 막 이 도시에 발을 들인 유유였는데요. 그럼 그에게도 행운이 찾아왔습니다. 어? 私この子すげえかわいい。 히로토는 말만 걸어도 사귈 수 있다고 하는 야생의 빨간 뚝배기와 조우했고 그녀에게 여러모로 도움을 받을 수 있었죠. 俺実は昨日この島に来たばっかりなんですけど、ちょっと道に迷っちゃいまして。英明学園ってどうやって行けばいいか分かりますか? 英明学園は4番区でしょ? ここ3番区よ。 え? 英明学園はこっち。地図を読むのは苦手。すみません。悩まなくていいのよ。っていうか敬語も使わなくていいわ。 あなた2年生でしょ? だったら私と同い年だもの。 역시 빨간색. 지가 먼저 와주는구만. 뭐 아무튼 히로토는 빨뚝이의 도움을 받아 학원 근처까지 올 수 있었는데. 아, 아리가토나. 자, 마타네. 今のは偶然? それともあなたの仕込みだったりするの? 에? いや、仕込みって なんだよ、それ。 오카타,私は 恥ずかしめて 無理やり手ごめにでもしようとしてたんでしょうけど、 そうはいかないんだから。 いい! ゲームなら今ここで受けてあげる。 あなたもアカデミーの生徒なら 正々堂々かかってきなさい。 사실 빨뚝이는 학원에 몇 존재하지 않는 칠성이었고 심심하면 시비가 털렸기 때문에 히로토 또한 그런 부류의 변태새끼로 오해하고 있었습니다. 그리고 게임에 대해서는 완전히 무지했기 때문에 히로토는 엔터를 연발했는데. 아시카니 주닥시타와. 그래서 간진의 내용은. 데. 나도 나매라레타 모노네. 아나타가 오크리츠케테키타 게임의 신생. 쿵하크의 마마잖아. 그래서 요와. どんな勝負でも勝てるから内容はてめえが決めろってことでしょ。 역시 빨간 년들이 성질머리는 고약하네요. 뭐 아무튼 그들이 하게 될 게임은 감정을 표현으로 드러내지 않는 뭐 포커페이스를 유지하는 게임이었는데요. 칠성이었던 빨뚝이는 온갖 능력으로 무장했지만 이제 막 편입해온 개조법 일성 히로토는 능력의 사용 방법도 모르고 있었습니다. 에리나剣の見た目は 平常心をかき乱す。表情変化は恐怖でも驚愕でも疲労でも何でもいい。 그런데 빨간 건 뭐다? 졸라 쉽다. 知らない人に濡れてるとこを見られた。相手が引き出したかったのは疲労の表情じゃない。恥じらいの表情。 Easy. 게임 완료 조건 달성. これにより 사이온지 사라사から 篠原 히로토에 星の 所有権が 이동します. 사이온지 사라사가 대가 깨다. 오이. 헛되이테. 篠原 히로토 様. 어? ですね.
학장과오마치입니다빨뚝의패배는보통골치아픈일이아니었는데요다른학원에별을빼앗아오는것은그가다닌학원측에선이득이었지만그녀는이섬의주인의손녀그러니까절대로건드려선안될년을건드린것이었습니다그런데오른쪽사진존나꼴뭐아무튼빨뚝이가개조밥에게털려버렸다는소문이돌기시작하면그는더이상이섬에있을수없게된다는데난너때문에이곳에왔단다당신은대단한목적이있을거야そう、俺には目的がある。会わなきゃいけない奴がいる。소급친구를다시만나기위해이섬에온그는학원장의말도안되는제안에따르게되었죠君を七つ星に仕立て上げる。그리고빨뚝이가가지고있던빨간별에는특수한능력이숨어있다고하는데요그것은바로무엇이든거짓말하나를진실로만들어주는능력이었습니다능력에대한사실은극소수만알고있었고이로써그는이학원의최고정점에군림하는칠성이되기로한것이었죠なってやればいいんでしょ最強に그리고기숙사로돌아가는길낮에자신이능욕해버린빨뚝이가그를기다리고있었는데요네今日の式典ではとてもご立派な演説だったじゃないなんで知ってストックで拡散されてたからああねえあなたは何が目的なの私の弱みを握ってあんな目立つ発言をしてなのにまだ誰にも秘密をばらしてないどういうこともっと注目を集めてから徹底的に私を潰すの許してお願いだからもうやめて都合のいいことを言ってるっていうのは分かってるわでも私にだって事情があるのどうしてもこの嘘を突き通さなきゃいけない理由があるだからお願い言わないでそれ以外なら何でも言うことを聞いてあげるから어이거말만잘하면졸업할때까지딸감걱정은없겠알고보니별을넘겨받으면전사람이하고있었던구라도알수있다는설정이었는데요히로토는빨뚝의구라따위는관심조차없었지만私が本当は西園寺サラサなんかじゃないって。は？私はサラサじゃない。一年前からサラサの替え玉として学園に通ってる赤羽リナよ。負けたら嘘が全部バレるって状況で一年間ゲームに勝ち続けて。でも今日あなたに負けた。なあ赤羽、いや西園寺、それ全部お前の勘違いだ。え？俺はお前に聞くまで嘘のことなんか全く知らなかった。俺は本当に昨日この島に来たばっかりだし。デバイスの操作方法だってろくに知らない赤の星にデメリット効果があるってのも初耳だよそんなわけないじゃないあなた私に勝って七つ星になったんでしょまあ本来ならそうなるんだろうなでも俺本物の七つ星じゃないしえそれが俺のついてる嘘なんだよ赤の星の効果を使ってないいか俺の本当のランクは一つ星それこそお前から奪った赤の星しか持ってない最底辺だお前と同じで事情があって仕方なく星を偽ってるだけ。뭐아무튼빨뚝이는진짜아가씨가아닌대역이었을뿐이었고빨간색답게이라시아의맛의이지모드였죠これが量何から何まで嘘だろすみませんお帰りなさいませご主人様와씨발이지역의대빵답게학원장은놈에게순종적이지만난이도가높은흰색뚝배기를그에게붙여줬네요失礼ですがお名前を伺っても篠原ひろとですけど篠原様오히려꼴린다고ご主人様になるお方から隠れるなどという愚行お許しください髪サラサラ顔ちっちゃ目でか可愛い声も可愛い隠れたのはなんでなんですか敬語はおやめください篠原様が男性とは聞かされておりませんでしたのでしかし이거조교할보람이있겠는この家に泊まり込みで諸々のお手伝いをさせていただくという泊まりご期待されているところ申し訳ありませんが寝室は別です까비그런데잘만부탁하면들어주지않을까はい普通に嫌です개씨발뭐아무튼흰뚝이는놈의사정을전달받아이미알고있었고그가앞으로학원생활을조지지않도록최대한서포트해주겠다고하는데요私はご主人様の後で。いやいやいや、あるなら食べよう。이거메이드라기보다는궁녀인데흰뚝이의능력은놈의기초적인욕구를해소시켜주는것이상이었습니다호사っていうのは俺がゲームに勝ち続けられるようにその通りです。いいですか。これから2年間私たちカンパニーは全力でご主人様の補佐をいたしますゲームだけでなく日常生活でもご主人様が七つ星として振る舞う必要がある限り
私たちはご主人様の嘘に付き従います。ゲームって1対1の勝負なんだろ。他のやつが介入したらまずいんじゃ。真ん中にあるゲームのアイコン、おそらく凄まじい数の申請が入っていると思うのですが。お、42件。そのままスクロールを。はい、止めてください。この申請を初陣にしましょう。指定日時は明日の朝です。え、早すぎね。インパクトです。今のご主人様は女帝を倒したことで注目されていますが、現段階では実力を疑う人さえいるでしょう。なのでこのゲームなら補佐の職務をお見せするチュートリアルにぴったりです。絶対勝てるってのか。実質一つ星の俺がどうやって。決まってるじゃないですか、イカ様ですよ。要はハッキングです。ハッキングって。こちらのイヤホンをつけてください。え、今。カンパニーの電子機器担当、加賀谷さんです。ウェース、はじめまして。加賀谷さんが対戦相手のデバイスに強制介入し、こちらの思い通りに操作します。つまりご主人様はハッキングが怪しまれないよう自然な演技をしているだけで勝ててしまうのです。何のためにこの島に来たんだ。君には大事な目的があるはずだろ。なってやるさ、そのためには。イカ様でも何でも使ってやる。俺は最強を選んだからな。ヒーロキュン、お疲れ。ハッキングでゲームを操作できちゃえばヒーロキュンの勝利は確実よ。그렇게승승장구하기시작한히로토는띠까운새끼지만뚝배기들이줄을서기시작했습니다그렇다고대전상대가뚝배기여도절대로봐주지않았는데요그는실상으로는일성인개조밥이었기때문에남들이원하는퍼포먼스는절대로보여줄수없었지만특유의아가리로모두를싸물게했죠나오마에라七つ星の俺があいつの作戦くらい読めてないとでも思ったのか。俺の一枠目のアビリティは無効貫通レベル7、二枠目のアビリティ強制停止が必ず通るようにしておいた。本当は加賀谷さんのハッキングでバイクを強制停止させただけなんだけどな。ああ、それともう一つ、三枠目はハッキングで操作したのは先輩に対する安全装置だよ。怪我でもされたら目覚めが悪いだろ。존나멋있어그리고쇼브에서승리한히로토에게다가오는빨뚝이어부자마는姿가見られなかったのは残念だけど、あっさり負けなくてよかったわ。あんたは私が任すんだから。おい、ちぎれるってネクタイか俺が。凶暴なやつ。お、그게아니었네。その本物のサラサってやつの替え玉ってどういうことなんだ。そうね、話してあげる。ただし他言は厳禁よ。あんたの秘密と同じくらい。わかったよ。本物のサラサは誘拐されたの。誘拐？1年と少し前、桜花への入学直前にね。でも犯人の要求がまるでなかったから、犯人の出方を見るためにサラサの友達枠だった私がサラサに成り代わることを申し出た。友達枠ってなんだよ。三四次家の子供は高校に上がるまでほとんど外に出ないのよ。教師も友達も用意されるの。私みたいな超優秀で優しい子が選ばれたってわけだから、サラサの顔も知られてなかった。西園寺家がその気になれば成り代わるのは簡単よ。帰りがいつになるのかわからないけど、私はその日まで西園寺サラサの立場を守らなきゃいけないのよ。だからあんたにも協力してほしいの。私が偽物だってバレたら本物のサラサがどんな目に遭うか。思ってたより数段やばい話だけど、お前の事情は理解したよ。赤の星の効果でその嘘が成り立ってたんだな。そうよ、あんたが負けたらバレるわけ。赤の星の持ち主は嘘の履歴を全部閲覧できるんだから。俺が負けるとお前の嘘まで一緒にバレる。それに私が三四事件の令嬢じゃないって分かったら、英明の学長だってあんたをかばう必要がなくなるわ。あんたが負かしたのがただの赤羽リナならね。あ、そしたら島にいられなくなる。ん？変なこと気にするのね。島にいるのが大事なの？ああ、そうだよ。なぜ？実は俺、探してる奴がいるんだ。もう何年も会ってない幼馴染。この島にいるのは間違いない。
그게 저 살아살한 거 아니냐? 뭐 아무튼 자신이 한 번이라도 게임에서 지면 빨뚝이와 함께 나락으로 떨어지기 때문에 빨뚝이 또한 그를 돕게 되었네요. 그리고 그렇게 정복하는 다음 날, 이번에는 빨뚝이를 늘 쫓아다니던 변태 새끼가 그에게 시비를 털어왔습니다. 受けてもいいが 1つ 조건이 篠原? このゲームに負けた側は 2度と 女帝 西園寺 사라사に ゲームを挑まない。 貴様! 神聖で 高潔な女神を 賭けの対象にするなど! 嫌なら他を渡ってくれ。 ま, 逃げたって誰も責めねえよ。 逃げるだと? 히로토는 변태 새끼의 속을 존나게 긁어주었고 빨뚝이 편을 들어주며 호감작을 시작했습니다. 그리고 작전 회의를 위해 일단 집으로 돌아가는데 오가에리나사이마세 고주진사마 이라샤이마세 오조사마 다다이마 난데 아노코가 이러다 히메지 코이츠노 쇼타이오 시테르노가 하이 와타시와 이전より 사이온지켄이 쓰카에테이마시타노데 어? 인연 중고였네. 뭐 여기서 지들끼리 이러쿵저러쿵 작전이라면서 꽁냥거리고 있었는데 우리가 원하는 건 꽁냥거리는 게 아니라 뒹굴거리. 상대의 별은 다섯 개였지만 이번에도 마찬가지로 흰뚜기네 회사의 해킹으로 쇼부를 치자고 하네요. 避けているのはむしろ リナの方です. 어? 여비스테? 昔は毎日顔を合わせていましたし 一番仲のいい相手でした. 어? 그럼 너네는 원 플러스 원? 多分 リナは私にも西園事件にも隠していることがあると思うんです. リナを守ってあげてください、ご主人様。本当は弱い女の子なので。 그리고 다음 날, 놈이 말했던 카드 모으기 게임이 시작되는데요. 히로토는 빨뚝이의 조언과 흰뚜기네의 기술력을 믿고 존나게 깝쳤지만 놈은 흰뚜기네 해킹을 무효화시킬 수 있던 능력을 가지고 있었고 본의 아니게 히로토를 병신으로 만들어놨습니다. 하지만 히로토는 놈이 대부분의 카드를 빨아갔음에도 포기하지 않았죠. 이건 아리가요! 뭐저이 에이씨! 諦めるにはまだ早い。数値管理は俺の方しか採用してないんだ。3枚目が取れれば若干有利と言っても。言い訳ないでしょ、バカ。あんたが行かなきゃいけないのは病院の緊急外来よ。 俺が負けたらお前も積むんだぞ。誘拐されたお嬢様の身代わりを続けなきゃいけないんだろ。俺と西園寺は一心同体の共犯者なんだ。お前の嘘も俺に背負わせろ。嘘だから。 サラサが誘拐されてるって話全部嘘なの。 待てよ、一体どういう。 普通の学校に通ってみたい。それがサラサの望みだったから誘拐された。ように見せかけて本土へ連れ出した西園寺家相手にお前一人でか。ええ、そうよ。だって私天才だもの。せめて姫路とだけは手を組んでもよかったの。いいわけないじゃない、バカ。この嘘はサラサが卒業する2年後にはバレる時間制限付き。そんなものにどうして勇気を巻き込めるの。だからもう降参して。 히로토는 빨뚝이의 구라에 구라를 알게 되었고 앞서 자신이 말한 것처럼 그녀의 개구라를 같이 짊어져주기로 하였죠. 어때요? 잠시 쉽죠? 그리고 뒤늦게 흰뚜기가 나타나 자신들 때문에 일이 좆되게 생겼다며 한탄하고 있었는데 히로토는 아직 역전의 수가 있다며 딱 한 가지 자신의 부탁을 들어달라고 하네요. 난としてでも 間に合わせます! 그래で 僕の 勝利だ! ではでは 決着のコールをさせていただきますにゃ! というわけで、 我流27式遊戯の勝者となったのは… 間に合わない… クーカーさん!ちょっと待ってくれ、審判! お待たせ、ヒロキュン! 見当違いなこと言ってんじゃねえよ。 何を? ナーク! どうなっている? 히로토는 해킹으로 게임의 룰 자체를 바꿔버렸는데 이런 게 됐으면 처음부터 왜 고생을 했는지 모르겠네요. 뭐 아무튼 빨뚝이는 자신을 변태 새끼의 소나기에서 구해주며 자신의 비밀도 까발리지 않고 오히려 도와주겠다는 그에게 이미 뻑이 가기 직전의 상태가 되어버렸네요. 本物の 사라사와 誘拐されてないって私が話した後いきなり乗り気になったでしょ? 어? まあ確かにそうだけど あれって結局どういうことなの?
好みだって。ああうん分かったよ姫路がそろそろ戻ってこいって。ああ悪い悪い、なんだって。なんでもないわよ。역시빨간건복가의제맛그리고며칠뒤흰뚜기가히루토학교편이보게되는데요本日は一体何の用ですか。相変わらず冷たいな。少し君と話がしたくてね。君の主篠原ひろとはこれまで4度のゲームをこなしたわけだけど、現在のランクはいくつだと思う？七つ星を偽っている間は星が増えることはありませんし、一つ星なのではないですか。違う、篠原ひろとの正式なランクは現在2つ星だ。ひろとの일반적인별은획득할수없었지만이곳에존재하는몇안되는특수한별은모을수있다고합니다篠原は2つ星にして赤と藍色のダブルカラーを有している。彼がさらにユニークスターの保持者に勝利すれば、その繰り返しの果てはオールカラーの七つ星。히로토가만약이상태로계속해서이겨나간다면지금까지는존재하지않았던괴물이될수있다는설정이었죠하지만앞으로도계속유니크스타를획득해나간다면더욱더그를노리는존재들이늘어날것이고그의신변의보호를위해흰뚜기를편집시킨것이었습니다당연히흰뚜기는그와같은반이되었고선생이오늘부터이벤트가있을것이라는데요하이静かに今日はもう一つ連絡事項があります。英明学園恒例の学内対抗イベント区内選抜戦の開催は来週となります。뭐성적을매기기위해서하는일종의모의시험같은것이었지만한번이라도진다면칠성이었던그는개조밥으로보일것이었기때문에히로토는흰뚜기와상시교전상태를유지하며이벤트기간동안은다른학생들과의접촉을최대한피하자는작전을세우게됩니다그리고그런그들에게다가오는살구대가리히로토군나요네나니顔立ちは整ってるのに、どこかあどけなさも。小動物ツインテール、すげえ似合うな。ねえ、ヒロト君、無視なの？こんなに可愛いノアちゃんが話しかけてるのに。ひどくない？本人に귀엽다고하는애들중에정상없는데。秋月ノアっていうの。よろしくね。みんなよりちょっとだけちっちゃいけど、ヒロト君より先輩の3年生なんだよ。작은것같진않은데。ねえ、二人ってもしかして付き合ってるの？俺と姫路のことか。だとしたら見当違いだぞ。少なくとも今のところは健全な関係を築いています。ふん、そっか、違うんだ。それなら、えい！お、おい、くっつくんじゃねえよ。なんで？こんなに可愛いノアとくっつける機会なんだから。작긴개뿔뭐아무튼인연은최근에히로토가존나게인기있다는이야기를하며팬티도안보여주고런을쳤죠요주의ですね아키즈키노아사마通称고악마英明にいる3名の6つ星ランカーのうちの1人です。6つ星？マジかよ、そんなにすごいやつだったのか。はい、それにとてつもなく嫌な気配を感じました。そこ知れない何か。그리고학원장에게불려지는히로토학원장은최근학원에무슨좋같은일들이일어나고있다며범인은이벤트기간내히로토를조질가능성이있다면서기회를봐서범인을잡아달라고합니다그리고그들의계획이조금씩어긋나기시작합니다어레자밍군이실패했다핀포인트에잡아살았다아키스키의야츠오레노작전을읽는가篠原君？ひとまず受けちまったもんは仕方ないな負けたからって泣くんじゃねえぞ。うわ、たたら強かったな。さすが最上位クラス 2A の委員長。ご主人様、本当に良かったのですか。私が先にお風呂をいただいてしまい。네가먼저들어가야네가씻은물로내가最終日まで交わし続けられるか不安が残ります。というわけでカンパニーの電子機器担当をお呼びしました。お待たせー、加賀谷のお姉ちゃんがお土産買ってきてあげたよ。もう바로옆에서서포트를해주겠다는데굳이동거할필요가있어보이나싶기도하지만있으면여러모로도움될것같네요뭐아무튼갈뚜기는해킹으로그에게들어올 PK를 모두흰뚜기에게돌리는프로그램을만들겠다고합니다그리고다음날加賀谷さんからの伝達なのですが、
現在区内選抜戦の生存者たちがご主人様のもとに押し寄せているとのこと。ニャン！なんで？一瞬前まで反応なんかなかったのに。ぶつかっちゃったね、ヒロト君。秋月、なんで？ご主人様！トライアル申請だ、姫路！갈토기의 해킹 덕분에 이번 위기는 피할 수 있었지만 그녀는 더욱더 거친 방법으로 히로토에게 다가왔죠. 조금 콘비니에 行ってきます. それくらいなら 俺が 行けません. 世間体というものがありますので. 나도 저런 거 갖고 싶다. 오카시. 모시모시. 야호, 히로토군. おい、何のつもりだよ、お前。え？何が？ノアは偶然メイドちゃんに会っただけだよ。姫路に何かしたんじゃないだろうな。まあ、すぐ怒るんだから。わかった、代わってあげるよ。ヒロト君の大事な大事なメイドちゃんに。姫路か？ご主人様。申し訳ありません。私は今日、家には戻れません。戻れない？何かされてるのか？すみません、それも言えないです。ご主人様、現在他の方からのトライアル申請をシャットアウトするため、私とご主人様は一時的な交戦状態になっています。ああ、それについてなのですが、明日のゲーム負けるわけにはいかなくなりました。あ、ですので、どうか勝利を目指すのをおやめください。無事だって分かったでしょ？まだ何もしてないから。それじゃ明日はよろしくね。힌토기는그녀에게납치당하며무언가협박받고있었고이번일로도움받기위해빨뚝에게헬퍼를쳤습니다그리고동거중이던갈뚝눈나에게도도움을받게되며내일힌토기와의게임에서승리할방법을찾을수있었죠お待たせ、篠原。이게뭐야、씨발。もう一度言っておくけど、安全策よ。門限をとっくに過ぎてるのに、こっそり出てきてあげたんだから、こんな時間に戻ったらきっとものすごく怒られるし、当分監視も厳しくなるし、そしたら明日の協力ができるのか。わかった、わかったから。이거자고일어나면 100% 한침대에서껴안고있겠지족같은새끼들그리고다음날힌토기와의게임을시작하게되는데決して敗北できません。相手がご主人様でも、いえ、ご主人様だからこそ絶対に負けられないんです。힌토기는반드시이기겠다면서조금멍청한짓을하고있었고그녀의팬티는볼수없었지만마음속만큼은엿볼수있었으며힌토기의진짜의도를파악하는히로토爪が甘すぎる。油断？いや、これは誘導か。だとすればこのトライアルそのものが罠か。おそらく俺が姫路に勝つことで俺にとって何か良くないことが起きるんだ。だけどそんなことに姫路が素直に従うわけはない。思い出せ、どこかにサインがあったはずだ。히로토는힌뚝의손짓발짓만으로도그녀의의도대로움직이기시작했고결국게임을드로우로만들수있었죠그리고자기마음대로일이풀리지않자빡친그녀는제대로지랄을시작합니다なんで？意味わかんない。ノアはこんなに頑張ったのに、こんなにいろいろ準備したのに、なんであなたが勝っちゃうの？おかしいよ、卑怯な手で成り上がっただけなのに。何のことだよ。アカデミーに来ていきなり七つ星になれるなんてありえない。ノアちゃんはズルする人が大っ嫌いなの。それに言ったでしょ、区内選抜戦の順位予想、ヒロト君がダントツで人気だって。ああ、あれね、終業式の時にも似たようなのがあったんだよ。誰がエースになると思いますかって。その時はノアが1位だったの。なのにヒロト君が転校してきた瞬間、みんな手のひらを返してあなたのところに行
が何年もかけて頑張って頑張って積み上げてきたものは後から来たヒロト君に一瞬で全部奪われた。はあ、こんなに準備したのにな。あんな悪魔と契約してまで。そいつが今回の黒幕か。ノアはこんなところで負けられない。ノアちゃんは可愛くて賢いからこんな時のためにもう一つ策を用意しておいたんだよ。メイドちゃんに仕掛けたアビリティはね、二段構えになってるんだ。表のスキル密定が無効にされるとね、自動的に裏のスキルに切り替わるの。あ、姫ちゃん。ねえヒロト君、今からノアとゲームしようよ。トライアルじゃない、本物の星をかけたゲーム。でも正々堂々の勝負じゃないよ。ノアはもうそこにいるのは諦めた。あの悪魔と同じだ。ノアはあいつに魂を売ったから、もう元には戻れない。그렇게그들의게임은2페이지에돌입하게되는데요과연히로토는흰토기를무사히구해내고악마에게영혼을팔았다는그녀도자기것으로과연그가찾고있다는소꿉친구의정체는무엇이고놈은최강이라는구라로얼마나더많은여친을만들수있을까요지금까지라이어라이어였습니다영상이재미있었다면좋아요와구독부탁드립니다시청해주셔서감사합니다